はい、どうも隊長です。ということでジャンルイジ・ブッフォン監督キャリア、ユベントス監督就任へ向けてブッフォンはスペインへと修行、監督修行しかもレアル・ベティスに就任ということで、まあ、前回はね半シーズンだけやってでユベントスに応募しようかなと思ったんですけど、やっぱなんか中途半端だしね、半シーズンは。なのでちょっとしっかりとワンシーズンはやって終えようかなと思います。だってせっかくね、今シーズンヨーロッパリーグ、まあ、予選ラウンドからですけれども あるんで、まあ、レアル・ベティスでしっかりと成績を残して、それでユベントスで行こう。いや、いけるでしょさすがに。なんかもうユベントス側はね、やっぱベローナの CL 優勝、リーグ制覇2連覇、カップ優勝っていうのはなんかどうやらまぐれだろうと思ってるらしいのでだからユベントスの監督の座をなかなか渡さなかったのかな。まあということで、スペインでね1年間ですけどやっていこうと思います。1年契約です。でまあレアル・ベティスのメンバーね、僕あんまよくわかんないんで知ってる選手はグアルダードとか、バルトラ、ホアキン、ウィリアム・カルバーリョぐらいかな。で、イヌイもね、ちょっと、まあ、もしかしたらレンタルでいないのかなと思って見たんですけども、イヌイは引退しましたので、イヌイは使えないですよ。おー、ポールセンいるじゃん。うわー、背のでけえ選手一人いるっていうのはめっちゃ助かる。まあ、日本人はさすがにいないですね。あんまりよくわかんないですが、レドモンド、おー、こういうフェイス多いな。え、ビクトル・カラマサってゾフレと同じチームじゃなかったっけ。そしてウィリアム・カルバーリョ、あ、絶不調だな。いや、中心選手だからな。86ってやばー、強っ。いや、ちょっと面白そうだな。ただバルトラとかいないね。で、ちょっと調べた限り、レアル・ベティスってどんなチームかなと思ってみたら、ちょっとリーグ屈指のね、ポゼッションスタイルらしいんですよね。ポゼッションサッカー。いや、ポゼッションサッカーはな、ちょっとベローナではポゼッションサッカーはほとんどできなかったからね、結構カウンターでベローナは勝ってきたので、ちょっとそのスタイルがどうなんだろう。ブッフォン監督がベティスの方を合わせるのか、ブッフォン監督が無理やりポゼッションではなくカウンターサッカーへと持っていくのか、まあ、そこはね、何試合かやってみてちょっと見ていこうかなと思います。フォーメーションは 3-4-3 ですね。使ってねえなこのフォーメーションは普段。いや、でも強いな、80代がめっちゃいる。とりあえず日程進めていきましょう。ん、なんか事前契約で合意してた選手が到着。マレガ、ムサマレガ、マリ代表、ポルトから移籍してきましたね。フォワード多いなフォワードめちゃくちゃ多いな。誰使ったらいいか分かんねえ。ベティス移籍予算増額と。これにより総移籍予算は1、10、100、1000万、10万、100万。あ、2600万ぐらいか。あー、2600万だったらまあまあな選手獲得できるよね。でも正直、今のこのベティスのメンバー、まあ、ざっくり見た感じですけども、補強いるかな。まあ1年間しか在籍しないっていうのはもう決めてるんで、正直若手を試すというのはちょっと考えないかな。結果を出したいシーズンだから若手試す時間なんてないんだよね。マレガとか今移籍してきたばっかだから放出はさすがにかわいそうですね。ベンチとかに入れてあげよう。まあベンチはフォワード4人もいらんだろう。ガルシア、あーでもな、強いよな。逆足4もあるし、マレガスピードタイプですからねで、ポールセン、ポールセンも地味に速度あるからな。で、この選手はドイツ、もう、いや、いい選手しかいねえ。この選手はなんだ、クワース、右ウィングの選手、国籍キュラソーってどこ。あ、でもスキルムーブ星4あるな。ドリブラー、パワーフリーキッカー、華麗な身のこなし。あー、クワスいいね。ロベルトも、この選手はスペインですね。え、ベティスめっちゃいいじゃん。20歳で72か。
え、強ベティス補強必要ねえじゃん。いや補強するとこないな。センターバックとか補強するなら、あーセンターバックだな。後ろ補強しないとちょっと替えいないって感じですね。中盤とかはまあ結構戦いそうな選手いるんですけど、後ろが足りない。 OK 決めた。補強はセンターバックですね。いきなりベローナに目をつける。もうなんか一人獲得してんじゃん、このリカルドなんちゃらダシルバ。誰か補強してんのかな。やめとくか。ベローナはベローナで、このメンツでちょっと頑張ってほしいっていうのはあるな。フォンがユベントスに行ったらちょっとベローナから補強しようかな。ちょっと今シーズンはベローナね、ブッフォン監督がこの残した選手たちでどれだけやれるのかちょっと見てみたい。ちょっといきなり引っこ抜くっていうのはちょっとかわいそうだな。特にツィマーマンとかマジで期待。これはビッグクラブからオファー来るよ。ゾホレとかどうなんすかね。5、6分ぐらいかけて、ベティスが獲得できそうな値段の範囲でちょっとセンターバックだけ集めました。まあ今すぐ獲得してもいいけど、まあ今日はね1試合ぐらいしかやらないので、まあ気になるママドゥサコとか僕まあ、昔めっちゃ好きだったんですけどね。クリスタルパレスにまだいるんだ。パッパちゃん、パッパちゃんがサウサンプトンにいる。でオタメンディもね33歳で今83、結構お手頃な価格でゲットできそうな感じもあったし、まあ、結構プレミアからの選手が多いかな。ミナとかもね、あーミナいいな。キーン、フィル・ジョーンズ、イエドバイ、プレミア結構、あーアケ、でもアケ獲得したらもう終わるな移籍予算。うん、ここはちょっと無駄に使わず、まあ、次回までにはちょっとセンターバック決めておきたいかな。あとはコメントとかも見つつって感じですね。お、ガルシアにレンタル移籍オファー。 OKOK、 まあレンタルは積極的に出しますよ。この選手誰だかよくわからんもん。移籍オファー来てますね。レオンっていうのかな、こういうフェイスだけど、まあフォワード多いし出しますか。32歳っていうのもあるし、あんまちょっと年齢でね判断するっていうのは僕あんま好きじゃないんですけれども、ちょっとフォワードの人数多いし判断基準がもう今のところ年齢しか僕にはないんで。まあちょっと、まあリーベルプレートも強いからな、出し上げましょう。これで全く出さないっていうのもかわいそうだからな。ちょっと待って、セルジオ・レオンって結構有名なんじゃないの。もう昔からベティスって感じだね。ベティスのカンテラに入団したりとか。でこの選手はフランシス、25歳、右サイド、右ウィング。これはちょっと貴重だな、拒絶。今回の動画ではあんまり出さないようにしたいな、放出とか。もうこの時点でトレーニング入れますか。気になる選手とかを育てていきたいんですけれども、この選手ロベルト、右ウィングの選手、20歳にして総合値72もあるんで、ちょっと育てていきましょうかね。中盤の選手だと、このカプトゥムって選手かな。まあ、見てわかるようにストライカーでこれだけ人数いて、ウィンガー、ミッドフィルダー、センターバックやばい。センターバック不足しすぎてんな。今回の補強はセンターバックだけでいいな。他はもう十分揃ってる。サイドバックも少ないもん。まあ4バックとか5バックにするならサイドバックの補強も重要になってきますかな。もうこの時点で決めるか、今シーズンの方針。3バックでやってくか、4バックでやっていくか。まあ最初3バックでやるか。はい、ということで、まあ、この3人の選手を育てていきたいと思います。特にロベルトは期待。
ウェファーチャンピオンズリーグに照準を定めるレアルベティス。あ、結構順位高いんだね。4位か。まあ、せめてチャンピオンズリーグね、来シーズン出してあげたいな。さあ、ということで、リーガ開幕戦ですけれども、エスパニョールですね。え、サードカラーでいっちゃう？いきなり。最初ホームホームでいいでしょ。うわ、もう全部もう緑結構強調してるよな。ホームホームで行こう。あ、で先ほどね、あのセルジオレオンにね、移籍オファー来たじゃないですか。なんかうまくいかなかったんで、結局チームに残ることになりました。で、能力値見ずに俺判断しちゃったんだけど、能力値見たらめっちゃ強いんだよな。これは危ねえ。下手に出すとこだった、選手たちを。さあ、ということでメンツ決めていこうかな。今回若い選手使っていこう。で、このカプトゥムって選手なんですけど、調べたらもともとバルサの育成組織でやってたんだね。カメルーン、もともとバルサにいたから、これは使わざるを得ない。で、ゴールキーパーはロペス、3バックにはね、もうこの3人しかいないです。で、中盤カルバーリョ、カプトゥムで、これフランシスでいいのかな。フィルポ、これなんて言うんだろう。イブイ、イヌイ、イヌイじゃなくてイブイ。イヌイの生まれ変わりかな、なわけねえか。結構ドリブラーな選手なんで。あとレオンね。で、ロベルトですね、今育て中です。あとベンチにもね、あのスピードの速いレドモンドがいるんで、いや、サイド優秀な選手多いわ。このメンツでやっていこうと思います。ちょっとカルバーリョが絶不調なんだけどね、使えば調子良くなるでしょう。おー、新天地の戦い。皆さんこんにちは、西岡明彦です。ラリーガー、あー、これしっかりしてるんだよな。確かこれ著作権引っかかるような気がする。よっしゃー、やってくぜ、ラリーガ。ブッフォン監督、スペインでの新たな挑戦。しかも初めての3バックを使うというね。危ない、いきなり危ない。いきなり危ない。やばいやばいやばい。ポゼッションポゼッション。さあ、使うよ。空いてる。おーし、いや、強ウィリアム。強3バックももしかしたらいいかもしれんぞ。さあ、左使っていく、上げていく。惜しい。まあ、今シーズンはヨーロッパリーグもあるんで、まあ、ヨーロッパリーグは目指す優勝だな。このメンツだったら全然いける。てか、ベローナなんてベティスより弱えからな。それでもチャンピオンズリーグ優勝できたからいけるでしょ。まあ、でもリーガはそう簡単じゃねえからな。スペインはレベル高いどすぞ。おい、あ、空いてる。イブイ、イブイ、もう読み方合ってるか分かんねえ。まあ、多分間違ってんだろうけど。ああ、あ、イビーっていうのかな、イブイじゃなくて。空いてる。よっしゃー、決まったぜ。誰決めたの、カプトゥムかな。元バルサの育成組織で育った選手。ナイス、ベティス先生、ウィルフレド・カプトゥム。まさかちょっと期待してた選手が決めてくれると。キバ、オッケー。今のところ3バックが使いにくいっていう感じはないな。さあ、ウィルフ、ウィリアム、カルバーリョ、中央ここ使って、うん、カプトゥムとウィリアム・カルバーリョの連携、左使っていく。あーと、はい、さあ、ミドル、うい、カプトゥムいいね。コーナー、いやー、ウィリアム・カルバーリョ。強い、本当に絶不調かよ。これもいける。いや、ボール取られないね、いいね。カプトム、カプトム、おい、いや、いい守備。
3バックの一番のデメリットってやっぱサイド使われることだもんな。これクリア、ナイスカット、いいよ。使って、んダメだ、下げる下げる、あーキーパーロペス、キーパーの能力値やべえもんな、86ぐらいあったもん、せいぜい75が最高だもんな、カシージャスの。オッケー、さあ綺麗につなげてっていいよ、ウィリアム・カルバーリョ、あー惜しい、前半終了、1点リード、守備意外とできてるし、しかもめっちゃ攻めてる、いいね、エスパニョール相手にいい戦いできてんな。誰か変えますか、スピードタイプ入れますか、セルヒオ・レオン、ね、スピードそこまでないんで、どちらかというと決定力高めかな、ここぞって時に決めてくれる選手だと思うんで、まあ、今回はちょっといろんな選手使いたいんで、さっき入ってきたマレがなんか事前契約ね、なんか前の監督が欲しがってたんでしょうかね、マリ代表のマレがをねちょっと言っていこうと思います。スピード速いからね、ワントップに置いていこう。ここはウィリアム・カルバーリがしっかりと前を塞ぐ、いいね、キーパーに戻す、左サイドふわっと上げて、おお、はクロス、頭ヘッド、押し込め、あーマジか、マレが惜しい、狙ってくるが、おい、でもまだ1点しか取れてないんだよな。まあ、これに関してはね、慣れが必要ですからね、選手たちの動きとか、やっぱどういった選手たちなのか、どういう特徴あるのかっていうのはまだちょっと掴みきれてないんで、使った、これも狙おう、あー入ったかと思った、ジュニオ選手交代といきましょう。スピードタイプ入れていきますか、後半入ってロベルトを下げてクワス、こっちのサイド変えたいけど、いや今回は前線3人だけ変えて後ろ頑張ってもらおう、残り時間、めっちゃ速い選手3トップ速いっていうね、これを繰り返しやっていけばチャンスになりそうです。さあ動いてきました、レドモンド、マレがレドモンド、うん、まず左使われた、サイドがラッキーだが相手はクロスをミスった。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているようです。ウィリアム・カラバリオ、カプトゥム、右クワス、ファーサイド、あーちょっとまた折り返す、入るこれはレドモンドがいただきました。あーちょマレが触ったかな、入った後に触ったんだな、この段階ではもう入ってた、ナイス2点リード。今日なんかそんなに危ないシュート、ま、最初打たれてたけどそれ以外はないぞ。よし試合終了、リーグ開幕戦はレアルベティスが勝ち点3ゲットと、いやいい試合できた、試合もベティスの方が押してましたからね。いや使ってみた感じ使いやすかったチーム、うん、強いしな、みんなやっぱ中盤のウィリアム・カルバーリョとかね、あとこのウィルフレド・カプトゥムとか優秀なんで、どんどん使っていきたいと思います。はい、ということで今回はちょっとリーグ戦1回だけですけれども、監督としての目標はユニフォームの売り上げを5000万ユーロ確保すると、チャンピオンズリーグ圏内に入る、カップ戦ではベスト16、ヨーロッパリーグに関しては決勝に進出せよっていう感じですね。まあ結構目標はね高いですね、レアルベティス。というわけで次回は、あ、どうしよう、アトレティコマドリード戦だけやろうかなと思います。
なのでこの間にセンターバックの補強ができればなと思います。うん、まあすぐ終わるかな。リーグ戦もね、正直やりたい相手なんてレアル、バルサ、アトレティコとかもうその3チームぐらいしかないもんな、正直。はい、まあというわけで今シーズンも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Perfect 10, whoa, whoa, Hoodie, I'm a perfect 10, whoa.